MK さんに質問です。 YouTube を始めると聞きましたが、きっかけは何ですか？またどんな配信をしていくのでしょうか？また新しい YouTube のチャンネルのお名前を教えてください。はい、これで、はい、はじめまして、あの神戸の MK です。よいしょ。まあ、YouTube を始めたきっかけは、やっぱそのアウトロー、最近流行ってるアウトロー配信者とかが増えてきて、まあふわっちっていう配信では、まあ一応アウトローっていうスタンスでやってたんですけど、まあそっちのその配信サイトがちょっとバンなんで、まあ今ツイキャスしてるんですけど、まあ YouTube の方がいいかなと思ったんで、まあ始めようかなと、それがきっかけですね。で、まあそのまあ、自分的にはどういう、はい、その YouTube を上げていこうかって思ってるのは、まあ、まあ格闘技経験を生かせるような、うん、YouTube とか、うん、まあ面白いドッキリとか、うん、まあいろいろ、まあみんなが楽しんでもらえるような、ね、配信、その配信ができたらなと思ってます。はい、まあ新しいその YouTube チャンネルはまたその正式に発表するんで、はい、その時はまあよろしくお願いします。ありがとうございます。では次です。お二人に質問です。お互いのご関係を教えてください。まずは SP コウスケさんからお願いいたします。はいはい、MK さんとは、去年、おととし、ふわっちっていう配信を僕もやってまして、その時に MK さんを知りました。最初は MK さんもあのちょっと人数が少なくて、僕の方も人数が少なかったんですけども、あのアウトロー配信者に会いに行くっていう感じで MK さんがやられて、ものすごい人気があったんですね。でその時に仲良く、していただいたって思いが今でもあって、感謝の気持ちがありますね。はい、では次に MK さんお願いします。はい、あの自分もまあそのふわっちで、まあ、こうちゃんと出会ったんですけど、まあお互い過疎でまあお互いちょっと斜め合っとった関係なんですけど、まあ自分がまあその喧嘩配信所で売られて、まあ喧嘩とつ行くことになってから、自分はまあ徐々にこう閲覧も上がってきて、ちょっとまあ中継大手まではいけんけど、中継みたいな位置まで行けて、ほんでまあそのお互いこうね、A 番になったっていうきっかけもあり、また再会して、まあ今日みたいなこう、ね、コラボが実現したと。そうですね、はい、そうですね、まあ、その2年ぐらいの関係ですかね。はい、はい、ありがとうございます。じゃ次です。 MK さんは格闘技経験者と聞いていますが、実際やっていた格闘技または今までに出た大会等がありましたら教えてください。まあ、経験はまあ小学校2年生ぐらいから柔道をしてて、ほんでまあ高校中退、まあ高校2年生まで柔道してたんですけど、まあ、タイトルとしては、最高は全国2位。うわ、中学校の時に全国2位ですか。はい、でまああとはそのね、ヨーロッパ行ったりとか柔道とかまあライバルで言うとオリンピック選手の穴井、今天理大学のコーチしてますけど、監督か。まあ、格闘技の試合は、まあ、そのモサレンっていう団体の突破っていう試合とか、あと神戸の先輩が主催しているゼロとか、あとはまあブルースター、これも表現の試合なんですけど、まあ、そんなのちょこちょこ出てますね。すごいですね。ありがとうございます。じゃあ次です。今後お二人の YouTube での共演はありますか？あるとしたらどんな企画をしたいですか？MK さんからお願いいたします。こうちゃんとのコラボ企画やったら、まあ、俺的には神戸の方に来てもらって、でまあちょっと、まあ、ここで言ったらちょっとバレる、ネタバレするんで伏せときます。はい、次に川崎さん、はい、お願いいたします。いや、呼んでいただけるならね、ぜひ行きたいって思ってますので、神戸に行ったらおもてなしをしてくれるのかなと、はい、思っております。はい、ありがとうございます。じゃあ次です。 MK さんは歌が上手いとコウスケさんから聞いていますが、好きな歌、歌詞を教えてもらえますか？歌手、はい、好きな歌、まあ結構バラード系が好きやからね。ああ、
かエグザイルとか、うんうんうん、3代目とかディープとかね、まあいろいろ、まあその恋愛系の歌が好きやった。これといってこう何が一番ええっていうのはちょっとないね。でもバラードは好きやん、そのエグザイル系のバラードは好きです。はい、ありがとうございます。では最後にお互いに初めてお会いした感想を教えてください。レスピーコスケさんからお願いします。はい、今日初めて会ったんですけども、朝昼頃から会った時にこうちゃんって後ろから振り向いたら、巨人族がいてとにかく MK さん体が大きい、配信で見るよりもとんでもなく大きくてごつい方だったのでちょっとびっくりしましたね。はい、では次に MK さんお願いいたします。こうちゃんの印象はまあ配信と変わらないキャラ、あ、うん、面白い、ありがとうございます、感じの第一印象ですね。あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これで MK さんと SP コウスケさんのトークを終了いたします。本日は埼玉までお越しいただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。